さっき音楽鳴ってたんだけど、あれ、ここに戻ってくると音楽変わる？なんか音楽変わったりする。音楽が時々鳴るな。よくわからん。ドア行くわ。暗い。ドアの向こうから人の気配がする。ドア。絵画。顔の描かれた三日月の絵。右の余白が気になるけど、そういうものなのかな。黒板みたいなやつじゃないの。月の絵画について。ドア。開かない。内側から鍵がかかっている。外に誰かいますか。入ってます。なるべく急いでますから待ってください。トイレか。あ、もしかしてあなた新しい人ですか。どうしたの。姿を見せい。ゼネズと言います。事情があってここから出られないんです。下痢ですか。広い場所が怖いというか、その外を見ましたか。月以外何もないでしょう。闇というより無に近い。それでこの部屋にいてやましい理由があるとかでは、そのないです。ああ。何者なのかね、君は。上から行くか。脱出する方法を聞きたいのだが。それができれば全て解決するのですが。わからないようだ。ここに来た経緯は。きっと皆さんと同じです。ファミレスに行って注文して待っていたらここにいたんです。それからはずっとこの部屋にいます。月は。あ、うわ、とても怖いです。ああ、あまり月の話はしたくないです。何か握ってるのか、お前。店の外。何もないですよね。外には出られないみたいですが、その方がいいと思います。虚空に落ちてしまったらと思うと、ひ、ああ、ゾッとします。この人だけ、やけに臆病だな。他の人はみんな、冷静なのに。ケーキは、ありません。ないんや。ガラスパン。ガラスパンさんですか？人は私の次にやってきました。君が一番最初に来たんだ。ラテラという方が心の支えになっていたみたいです。ラテラ。結構仲が良かったみたいでした。あ、向かいに、じゃあ、なんか、お水が置いてあったのはラテラのものだったのかな。それが突然いなくなってしまったそうで、それからはいろいろとあったのですが、今は楽しそうに振る舞っていますね。ああ、いなくなって寂しかっただろうに。セロニカさんは？男の人なんだ、やっぱ。男の人ですよね。正直少し怖いです。被害妄想だとは思いますが、人と話していると、その何かを追求されてるというか、責められている気がしてくるんです。優秀な人が持っている残酷さみたいなものを感じます。でもきっと私のせいだ。何をしたんだ、お前は。ゼネズ。私ですか？話せるようなことは何もないですよ。あ、ここに来るまでは町の外れの屋敷で住み込みの管理人をしていました。屋敷の持ち主が言うには、どんなに隙間を塞いだりセキュリティを強化しても、人が住んでいない限りどこからか狡猾な獣が入り込んで家を荒らしてしまうそうです。何の話？狡猾？獣？獣の名前は聞かないままでしたが、きっとその獣には生活の気配がわかるのでしょうね。その屋敷でストーブの前で本を読んだり植物を眺めたりして過ごしていたんです。それが私です。よくわかんないけど姿が見たいな。王様は？王様ですよね。あまり話したことはないです。でもきっと優しい人だという人だという気がします。私はこんな感じなので話を聞いている人を不快にしてしまうのですが、王様は辛抱強く話を聞いてくれました。気を使わせてしまって申し訳ないです。王様いい人だよね、やっぱね。わかる？店員はどこなんだ？私は店員ではない。わかりません。ここはどこなの？ムーンパレスです。名前を知りたいわけじゃないのだ。異空間というか普通じゃないところです。地球の常識が通用すると思わない方がいい。暇じゃない？私は別に。あなたは退屈しているのですか？それなら、これをどうぞ。ちょっとは気が紛れるはずです。なんか出た。隙間あるんか、これ。間違い探しの本。自分のテーブルに置いておこう。おい。あれやん。サイゼリアやん。気が向いたらやってみようかな。とりあえずすぐやりたい。ミルクはある？ずっと前ガラスパンさんが最後の一つを使ってしまいました。私たちで使い切っちゃったって言ってたのはこの人とってことなのかな。月の絵画は？正直あまり覚えていないです。
余白が気になりますよね。君はずっと出てきてないのか。好きな飲み物は？そのコーヒーとかですかね。ありますっけ、コーヒーなんて。ドリンクバーですか。すいません、あんまり使ったことがないもので。あ、そう。この人もここも人なんだ。ドア4人いるないじゃん。じゃあもう一回王様に、いろんな話題増えたし聞いてみるか。ここに来た経緯は？経緯か。うむ、あまり他人に話したくない事情があるのだが、まあ端的に言えばあるものに逃がされたのだ。この話はこれで終わりだ。ああ、なんか責められたみたいな話なのかな。なんかセロニカが言っていたことなんか関係あるのかな。月について。大きな月だな。我の記憶違いかもしれんが、国で見た月と別物に見えるな。月の表面が綺麗すぎる。月には踊り子の模様が見えるものだろう。ああ、気候の国ではカニに見えるそうだな。いや、ウサギです。ガラスパンから聞いたぞ。ガラスパンは違う国の出身なのか。店の外は月しかないな。この建物と月だけが浮いている、そんな世界なのだろうな。店から出られないのだから、外についても考えてもな。奪還してるな。本物か？あ？我が本物のレイルロードスパイクかどうかということか。やはり気候は無礼だな。この状況でわざわざ嘘をつく必要はないだろう。しかし証明のしようもないな。本人しか知らないようなことを話したとしても、気候には判断がつかないだろう。まあ話してみるか。そうだな。我が女であることは知らなかっただろう。知らなかったです。え？まあそのような反応になるだろうな。そもそも我が男だと考えられていたことも知らないだろうからな。考えられていた。せっかくだ。気候に歴史の特別授業をしてやろう。フォースプーンの王位継承の件は単純だ。それは王家の血を引く男児であること。そして、なんて言うんだっけ、こういうの。敵、着、出、し、ごめん、わからん。読めん。着出しで合っています。はい、よかったです。まあ、他国とそう変わらない一般的なものだな。婚姻中の夫婦の間に生まれた子供ということだから、愛人の相手とかに生まれた子供じゃないってことだよね。継承者がいないという事態はそうそう起こるものではない。しかし、我が生まれた頃は致命的な熱病が流行っていてな。王家の者たちもコロコロと死んでいったのだ。我を産んで衰弱していた母君は、もちろん、父君や親類も死んだ。母君はもちろんか。やがて王位継承の候補者たちも死んでいき、幸か不幸か王家の血を引くのは我だけになった。だが先ほど話した通り、女は継承権を持っていない。それからは話が早かったな。王政を維持したい者たちによって、我は男として、旧姓の新王として表舞台に立たされたのだ。要は傀儡だな。傀儡とも読む。これは厳重に秘匿された、情報のはずだ。記録としても残ってはいないだろう。だからこそ確かめようがないのだが、どうだ、我が王だと信じる気になったか。まあまあ、なんか話はそれっぽいから信じよう。ケーキってあるは多分聞いてないな。ない。張り紙を見たんだろ。ないぞ。がっかり断言された。あのものは我がここに至った時からいたな。今こそ落ち着いているが、当時は泣いたり叫んだり相当に参っているようだった。どうやらあのものは一人でここに至ったわけではないらしい。かつてはラテラという女と共に過ごしていたそうだ。それが突然いなくなり、嘆き苦しんだ果てに今のように振る舞うようになっていったな。あれは自分を守るための態度なのだろうな。ガラスパンさん、ちょっとかわいそうかもしれない。セロニカちゃんくんね。挑発の青年だな。気候がやってくる少し前にムーンパレスに至ったようだったが。少し前ってどのくらい前だよ。君たちがなんか千年とか言ってるからさ。あの者は気候とは違い、王の前での振る舞い方を心得ていたぞ。気候が慣れしすぎるというのもあるだろうな。遠慮もせずにここまで質問攻めにしてくるのは気候だけだよ。それと我のことを知っているという様子だった。我が名前を聞いて驚いていたぞ。あの者なら我についての話も聞けるかもしれないな。まあいろいろ聞いてきたよ。テネズ君は？ちゃん？テネズか。どうも関わりが少なくてな。我もあの者についてはよく知らないのだ。一つ言えるのは、死も争いもないムーンパレスに至ってさえ何かを恐れ続けているということだな。きっと事情があるのだろう。
制作も大概にしておけよ。な、ちょっと読んでる間に上にポンって一瞬だけ出ても何の話が増えたのかわからん。まあじゃあね。そうだな。我もかつては退屈に悩まされてはいたが、案外工夫次第でどうにでもなるものだ。我はここしばらく散歩をして過ごしている。目を閉じ森へ続く象形を歩いていると想像するのだ。そして一歩一歩足裏の土の感触を想像する。はじめは難しいかもしれんが、慣れると現実との見分けがつかないほど鮮明になっていく。そうなればもう自由だ。月に森を歩き回れる。どうだ、キコもやってみるといい。まあこうは言ったものの、別に一人で時間を潰す必要はないのだぞ。幸いキコは一人ではない。ムーンパレスの住民たちと他愛ない会話に興じるのも悪くないだろう。雑談しよう、入手した。ひたすら雑談するゲームだな。雑談しよう。構わんぞ。さて何を話そうか。我が国、フォースプーンについてはどうだ。フォースプーンは南北を険しい山々に挟まれた谷間に位置する国だ。そして西にはグステン公国。東には聖スルトミ。あと、二つの大国に挟まれていた。二国の関係は良好なものではなかったな。いつ争いが始まってもおかしくない。そして来るべき戦いを見据えると、我が国は両国にとって地理的に重要な拠点になり得た。それゆえ我が国は張り詰めた糸の上を歩くような立ち振る舞いを求められたのだ。まあ、水面下では二国間の交易を中継ぎして利益を得たり、甘い汁もすすっていたのだがな。存続のために必死だったのだ。そして我らは利益に目がくらんで一線を越えてしまった。グステンから賄賂をもらった我が国の商人の一人が、スルトミアからグステンへ引き渡す荷物を秘密裏に廃棄したのだ。別に重要な荷物ではなかった。しかし、火種として十分すぎた。きっかけさえあれば後から何でも言える。グステンは我が国とスルトミアが裏で結託してグステンを貶めようと企てているとして、グステンにとっての自衛戦争を起こしたのだ。フォースプーンが戦地となって、もうめちゃくちゃだったよ。それからは間もなく我はムーンパレスに至った。まあ、そこで逃げたんだ。その後のことは知らない。なんというか、教訓めいているだろう。で、グステンと一緒になったって話だけど、聞いてた？その話。雑談らしくなかったな。あまり経験がなくてな。話題入手、高貴なる雑談。なんだ、高貴なる雑談って。ほんで、アイコンなんやねん、これ。まだちょっと途中までしか見てなかったから、こっちの方も聞きたいのだけど。月の絵画。顔のある三日月の絵画だな。美術に造形は深くがないが、あれには妙に惹かれるな。月が動き出しそうな気がして見つめてしまうのだ。もちろん動いたことなど一度もないが。脱出する方向知らないですか？我は知らないぞ。考えたところでどうにかなるものではない。無理にとは言わんが宿命として受け入れるのが楽だと思うぞ。やがて出られたら行幸だとでも考えてな。言葉遣いが王なのよ。ここに来た経緯は喋ってくんなかった。いや、高貴なる雑談を。我が国は、には、王に代々受け継がられている秘宝があってな。それは金属製の小さな箱で中を見ることは王にのみ許されていた。我が王位を継承した際にもその箱を受け取ったのだが、その晩一人になった機械に箱を開けてみると、中身は空だった。慌てて箱を調べると、箱の裏側に小さい文字で文書が彫られていた。我が血を引く王たち、この箱の中身は何者にも知られてはならない。決して絶やさず次の王へ引き継がせよ。秘密は国を守ってくれる。とのことだった。我はなぜ箱が空だったのか二つのケースを考えた。一つはもともと箱の中には重要な宝や機密が入っていた場合、継承を繰り返す中で、いつかの王が中身を紛失したが誰にも言えず我まで続いた。もう一つが、そもそも箱には初めから何も入っていなかった場合、箱の発案者は王だけが知っている秘密があるという情報が国を守る力になると思っていた。前者なら失敗しているし、後者でも失敗している。フォースプーンは滅んだ。それでも当時は後者の場合を考慮して箱を守り通そうとしていたよ。ああ、そう。ちょっとすいません。食器洗い機が本気を出し始めた。ブーンって降ってると思う。さすがに一旦ちょっと終わっとくか。セーブしときます。なんか話すこともなくなってきたな。だから私以外はみんなあちこち動き回らずに一人でいるんだ。まあまあそうかもしれないが。
ところで本を手に入ったが、間違い探ししてみる。あ、ちょっとおとなしくなったな。直線器が。お、双子付きの海岸。これだ。これでしょ。あとは、あ、目の位置が違う。おもろ。あ、月全然違うじゃん。よく見たら。でピロロロロって伸びてて。あとなんかあるかな。あ、このヒレがない。あと一個。あと一個。高さとか違ったりしないかな。こいつなんか間違ってんのないかな。あ、でもここら辺とかも、あ、ヒレが違う。やったー、完了だー。次ページ。マジでなんなんこれ。これやらされてる。位置が。違う。ヒレの本数が違う。こいつらなんか違う。あ、こいつらの形違うわ。8個もあんのかい。間違い探し楽しいなぁ。まあちょっと退屈かもしれないですけど、こういうの楽しんでいきましょうよ。ここのヒレの、これがあるかないかで違うね。なんか形違うくない？この、あ、これも違うのかな？なんか、顔の形違うくない？目も違うけどもちろん。ここか。尖ってるもんね。この線、ここら辺。違うね。上でも下でもどっちでもいいんだ。こいつなんか違くないか。あ、いっぱい足がある。完了。おい、マジで。いっぱいあるのか、そんなに。あ、目に近づいてってる。何これ。おもろ。これ、あ、目、白目と黒目で違うわ。とんがりすぎ。あと4個。あ、線の書き方がちょっと違うね。線の書き方とか。そんな些細なこと求められるの？このいっぱいある線一つ一つ見ていくの、なかなか骨が折れるな。あと3つもあんだ、こんな中に。で、ちょっとここら辺バババって見てみる？正直わかんねえから連打してんだけど、ここら辺。あ、ここら辺ないな。ここに線がない。一本少ない。まだここを見た方がいいかな。あ、ここの隙間の面積が全然違う。あと一個。あと一個。あと一個。なんかあるかな。あと一個。むずいってここ。ミスりたくないしな。ちゃんと見てみる？ここら辺。あれな、ここら辺違くない？この線の位置違くない？そんなことないか。いや、違うね。この線一本。完了！いや、もうどんどん些細な違いになってってるって。完了、終わり。なんだ？ 4 番線？どうなってんだ？なんかこの間違い覚ましにも何か意味があるのか。あ、月の位置違くない？あ、なんかここ繋がってるな。ててて。あ、ちょっと地平線が違うぞ。あれ？違くない？ここ。違うよね。あと、あれ？ちょっと待って、こっち終わったのか。完了してるよね。あとはこの星があるかないか。この島があるかないか。あと、ここにも島があるかないか。同じような間違い探しがいっぱいあるな。あとは星の数かな。ちょっと待って。モニターの埃でわかんないかもしれない。ちょっと待って、埃払わない。モニターの埃を払ってないせいで。点がどこにあるかわかんない。おいしょ。ビックルワイパーで。あとなんかある？あ、ここにも点が。この点。完了。ラクダだ。ラクダの形、顔が違う。魚の位置が違う。なんかいっぱい砕けてる量が違う。山があって、
そもそも要素が少ねえのよ。そもそも要素が、大きさが違う。何やらされてんの俺。角度が違うな。ほんと些細な違いしかないじゃん。あと、2個もあんの?2 個もあるか。まあ、まったりやってこうや、こういうのは。あ、ここの角度がちょっと違くない？違うくないか。いや、なんか違うように見えるんだけどな。違うように見えて違うくないな。あ、ここ、ちょっとここ違うよね。角度。あと何だ？あとなんかあるか？多彩すぎるだろ、違いが。座礁。適当にクリックしたら見つかるんじゃないの？適当にクリックだ、こうなったら。何やらされてんの、わしら。おー、見つかんないな。どれだ？どこにもないんだが、間違いが。チカチカチ。マジでどこやねん、あと一個。ん？月？月なんか違う？月の位置がちょっと違うか。違うかな。ちょっと違うかも。むずすぎ。むずいって。まだあんの？何個あんだよ、これ。